金メッキで、シルバーのメッキで、赤、レッドのメッキ、グリーンメッキ、そしてブルーのメッキ、これ全てこの5色のメッキを使っているっていう、この豪華さ、めちゃくちゃかっこいいと思います、このギラギラ感。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。合体ロボット変形メタルレンジャーです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらフックトイとなっております。で、これね、どこの会社から出ているのかというと、この後ろ書かれてますね、株式会社マルシン玩具ということで、もう創業60年以上になる小物玩具メーカーですね。で、自分のね、動画チャンネルでも前にね、メカマックスっていうね、このフックトイをレビューしたんですけど、これもマルシン玩具さんのおもちゃとなっております。結構昔にこういう変形合体の商品出してたんですよね。最近は全然ね、こういう変形合体系のおもちゃは出されてないんですけれども、まあ、で、このちょっとマルシン玩具さんの話させていただきたいんですけども、このスターシャトルっていうこのフックトイがあるんですけど、4体合体する、これが自分が一番欲しいフックトイですね。全然売ってないんですけども、まあなんか見かけた方ぜひ教えてください。はい、まあ、ということで今回レビューするのはこの変形メタルレンジャーでございますけども、結構このパッケージとかから、まあ結構もうすごい昔の商品だなっていうのがもう伝わるんじゃないかなと思いますね。うん、もうもしかしたら2000年よりももっと前、1990何年とかの商品なのかもしれないですね。で、見てみると、こう巨大ロボットメタルレンジャー完成ということで、で、はい、まあ後ろ見ていきましょうか。ジェット機とスーパーカーが合体、巨大ロボットメタルレンジャー完成ということで、スーパーロボットメタルレンジャーという感じで、はい、この変形の手順も書いてます。結構簡単なね、感じになっておりますね。で、このメタルジェットっていう、ジェットとメタルターボっていうこの車が2体合体してロボットになるっていうおもちゃとなっております。で、これだいぶこのね、経年ね、劣化というか、このもう日焼けしてだいぶ黄ばんでますけどもね、はい、早速開けていきましょうか。はいはい、このはい、で、ちょっとこの、このプラスチックが黄ばんでるせいで、おもちゃも黄ばんでるんじゃないかって思うんですけど、これゴールドメッキです。これ黄ばみじゃなくて、ゴールドメッキなんですよ。うん、ちょっとそこだけは勘違いしないでいただきたいですね。うん、この金色は黄ばみじゃなくて、ゴールドメッキだよと。はい、まあ、ということで、ほら、このシルバーのソードはしっかりとこうシルバーのメッキがね、綺麗になってるじゃないですか。ということで、こっちはもう最初からこういう色だったんですよということをお伝えしたいです。中身を取り出すと、メタルジェットとメタルターボとこのソードが入っております。まあ、ということで早速見ていきましょう。まずはちょっとメタルジェットから見ていきましょうか。メタルジェットはこんな感じになっております。どうでしょうか。全部メッキになってるんですよね。まあ、こういうところに黒のね、成型色ありますけど、ほぼメッキ、これすごいですよね。やっぱ時代を感じますね。昔のフックトイのこの豪華さっていうのを感じますね。うん、で、こう各所こういうシルバーのメッキであったりとか、この赤、レッドのメッキがね、使われていたりとか、あとこのシールね、も貼られております。このメッキとシールとのこの差がね、面白いですよね。コントラストといいますか、うん、全くね、雰囲気が違うっていう。で、もう一つこちらメタルターボですね。車になっております。で、こんな感じですね。うん、で、これもこのゴールドメッキで、もう一個このグリーンメッキですね、がありまして、で、これどんどん触ってくとこう剥げてくんですよ、ボロボロと。なんかそういう童話ありましたよね。なんか金箔の銅像の王子様の金箔をツバメが貧しい人に届けるっていう、なんかそれみたいな感じでどんどん剥げていきますね。いずれはもうこの、でもその下地がシルバーなので、まあ悪くはならない
かなと思いますね。まあという感じで、あとはシールがこう貼られておりますよと。でこの黒の成形色でタイヤがあって、それがこうピン打ちですねされているので、しっかりコロ走行させることができますね。あってこっちのメタルジェット、このランディングギアもあるんですよ。はい、ランディングギアも、あ、これ一応回りますね、タイヤが。で後ろのここも回るので、こっちも一応コロ走行は、まあ、理論上できなくはないという感じになっております。そして最後ソードがこんな感じ、シルバーとブルーのね、メッキが施されておりますけれども、すごいですよね。気づきましたか皆さん、このまず金メッキで、シルバーのメッキで、赤、レッドのメッキ、グリーンメッキ、そしてブルーのメッキ、これ全てこの5色のメッキを使っているっていう、この豪華さ、フックトイじゃないですよね、ここまで来たら。まあ、全部メッキなので、まあ、ちょっとそのいじりづらい面、なんかちょっとハゲたりとか、てかもう実際ハゲてるのでっていう面はあるかもしれないんですけれども、やっぱりこのね、わすごいなっていう、この見た時の華やかさというかまあ華やかさというか、なんというかね、うん、なんか今となって見たらちょっとこの若干チープっぽく見えちゃうんですけれども、自分はこのね、メッキのチープさがもうめちゃくちゃ好きですね。うん、ということで早速合体させていきましょう。まずはこちらメタルターボを、これが下半身足になりますね。でここのこの部分、緑のこの部分、フロントの部分をちょっとこう押してあげてこうやるんですけど、あの怖いですよね、さすがにこうちょっと結構硬いので。で、まあ、一回ここ開いてあげると、足を、はい、開いてあげると多分スルッと、いあー、はい、あー本当にあれですよね、なんか大丈夫だろうと思ってやったらバキってなること結構あるので気をつけた方がいいですね。でここつま先になっておりますと、はい、こうやってつま先を出してあげると、これで足になります。そしたら次上半身いきましょう。足は結構変形簡単だったんですけど、上半身はもう少し複雑になっております。まずはこのシールドがこのここの部分で挟まれているので、横にグッと開いてシールドを取り外してあげますと、はい、こうやって取り外してあげると。そしたら、はい、まずランディングギアをしまって、でここの機種を折りたたみます。はい、こんな感じで折りたたんであげると、まあこういう若干隙間が空くんですけど、この状態ですね。でこんな感じでこうガチャッとくっつきます。でまずはこの腕ですね、腕を下ろしてあげましょう。ここのクリアランスめちゃくちゃギリギリで、ここも怖いんですけれども、もう勇気を持ってこう下に下げていくと徐々に、はい、下がりました。でここの羽を畳んで、はい、で腕を下ろすと、はい、こんな感じで反対側も、はい、ここのクリアランスをちょっとね意識しながらグッと下に下ろして、で羽を畳んであげて、あここもねピンでちょっと怖いんですけど、あ行きました、はい、でこうやって下に下ろすと、はい、ちょミシミシ言うんですよね、はい、でこの最後顔、このシルバーとレッドのメッキが施されて、顔を上げてあげて、はい、そして合体させると、はい、ここの、はい、こういうなんか板みたいなパーツをこの首の穴に差し込みます。でここの穴ですね、それをこの体のこの突起に差し込むというこの2点でね、はい、固定してあげると、はい、カチッと固定してあげて、で、はい、武器を持たせてあげると、はい、このシールドのこれ持ち手ですね、これをこう拳に入れてあげて、でこのソードもしっかりとこうはめてあげると、はい、これでメタルレンジャーになります。どうでしょうか、こう合体したことによってこの5色のメッキっていうのがもう全面的に出てめちゃくちゃかっこいいと思います、このギラギラ感、うん、
そしてこのジェットの羽が背中に着てたりとかっていうこの王道スタイルがかっこいいですよね。で顔もねかっこいいんですよ。これよく見るとこんな感じでね、うん、しっかりとかっこいい顔になってると思います。この顔にもこの色がついてるのでね、顔としても認識しやすいですしね、うん、っていうのがいいのかなと思いますね。で武器もちゃんと盾とこのソードっていうのがあるのでこれもこう映えますよね、こう持たせた時に、うん、っていう感じになっております。でこうちょっとねこう軸ちょっと緩いのでこうグワングワンになるんですけれども、こんな感じで、はい、まあ、そこくらいですかね、はい、でこの足が、まあ、細かいことを言うと、まあ、こういう状態でくっついてるわけですけれども、こう分割したとしてもこうなんだろう、こうそもそもこう離れるように設計されてないというか、うん、このくっついた状態でのこう設計なのでこう離してもなんかそんなに足開かないんですよね、まあ、というところもありますよと、まあ、全然良いのですけれどもね、はい、まあこんな感じになっておりますね。この後ろからの見た目がちょっとねこういういろいろ出っ張ったりはしてますけども、いやでも個人的にめちゃくちゃスタイルはいいんじゃないかなと思いますね。まあこのビークルターボの方は変形簡単でしたけど、このジェットの方は割としっかり変形してくれたので、ね、いいのかなと思いますね。で可動はまあ腕がこう動くという感じでしょうか。で手首は固定で、はい、で足が、まあ、一応前後にこういけるよな、あ、いけました、はい、こうやって前後にやることができるのでこんな感じでポーズを取らせることができると、はい、いいですね。まあこんな感じになっておりますよと、まあ、それではちょっとこれをね戻していきましょう。まずは武器を取り外すと、はい、そしてここをはい外しますと、あーちょっとねここ結構ここは徐々にこう揺らしながらこう徐々にやるしかないですね。で結構この緑がもうバリバリ剥がれちゃうのでそこはもうしょうがないと割り切りまして、はい、取れたのでつま先を閉じる、反対側も閉じると、そしてここ開いたままこれをくるっと持っていって、はい、そして最後ここの真ん中をグッと閉じて固定してあげる、はい、これでメタルターボになりますね。そしたら次、はい、このロボットはまず顔を閉まる、でこれパチッて言うまで、はい、やります。で次腕肩をゆっくりと上げて腕を伸ばす、で羽を伸ばすと、はい、これの変形簡単でいいですね。こうただ伸ばすだけでどっか回したりとかせずいくので、はい、で伸ばして羽を広げると、そしてここの部分ですね、この突起を穴に入れてあげて、はい、でまあランディングギアを出して、で最後羽じゃないシールドをここに挟み込んであげると、ここにグッとね、はい、挟みます。こんな感じで挟んであげると、はい、これでメタルジェットになりますね。まあこのソードは余剰になってしまうんですけれども、まあ全然まあ良いかなと思いますね。このシールドがつくっていうのがいいですよね。まあというね感じでしたけれども、はい、ということでこのメタルレンジャーいかがだったでしょうか。やっぱりこういうね昔のフックトイといいますか、こういうね自分はこうメッキとかたくさん使われてるものとかが好きなので、あとこういうなんか面白い変形パターンとかしたりするじゃないですか、うん、というね、うん、自分はやっぱ変形するものが好きなのでこういうものはねいろいろ集めていきたいと思っております。まあ、ということで今回のこのメタルジェットいいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。